地方アフター私家で寝泊まりすれば、どうせ部屋は空いてるんだし。見ればわかるでしょ、料理。お母さん、急に午前のシフトが入っちゃって。だから今日は私がお昼の用意してるの。感謝しなさいね。言ってるのよ。よくお母さんのこと手伝ってるでしょ。入る前は結構自分で作っていたからね。あと私結構好きなんだ、料理。何よその顔は。意外って言いたいわけ？食べたらきっとびっくりするわよ。つまみ食いとかしたらダメなんだからね。私も一緒にお昼食べたい。コンビニのサンドイッチとか結構寂しくて。
れはね、豚肉とブロッコリーのトマトジュースに。最近暑くなってきたでしょ、程よい酸味があるから食が進むわよ。ダメ、つまみ食い禁止って言ったでしょ。私は行くから。何言ってるのよ、あんた。変なこと言っちゃって。まさやくんがなかなか来んなと思ってな、様子を見に来たのだ。いやいや、いいのだ。もはや二人はちぎりを交わした仲であれば、親があれこれくちばしを挟む筋合いもない。しかしだな。この切ない親心、一体誰が分かってくれよ。何やら今日は猛下校を積みたい気分だ。さあ行くぞ、雅也君。ちょっとお父さん、あんまり無茶しないでよ。前にも言ったけど、叩くの厳禁だからね。分かっとる。雅也君はもはやわしの息子も同然。わしも大事に思っておる。ならいいんだけど。しかしだな、息子であればこそ時には厳しくしなければならん時もある。さあ行くぞ、雅也君。本当に大丈夫なのかな。
お疲れ。あんた大丈夫だった？お父さんの大稽古よ。さっき言っていたじゃない。まあ、あの体で無知をされたら大変なことになるけど。しんみり？お父さんたらそんなこと言っていたんだ。イカズオーバー？どういう意味それ？お父さんも意外といろんなこと心配してるんだね。でもそんなものなのかな。安心って？それで、お父さんはどう言ってるの？安心できるって？じゃあ頑張ってよね。私にはずっとマサヤしかいないんだから。大会は確か4日だったな。うん。そうか。今年も応援に行くからな。マサヤ君も行くだろう。母さん、当日は弁当を頼むぞ。はい。それと地方のためにバナナやゼリーもな。はい。まあ長距離じゃないからそこまで体内のエネルギーとかは関係ないんだけど、お昼抜きだと純粋にお腹空いちゃうから。陸上って一日で予選から決勝までやるのよ。最後まで勝ち上がったら帰りは夕方頃になるからね。
お弁当箱がどうかした？気なこと言わないでよね。私なんか、緊張しちゃってるんだから。そういえばあんたって、おじさんやおばさんとピクニックに行ったこととかあるの？この先機会なんかいくらでもあるって。いつか行こうね、ピクニックとかさ。気合いだ、気合い。なんか恥ずかしいわよ。何が恥ずかしい？部のみんなは直接競技場に来てくれるの。実家がかなり遠い人もいるんだけど、みんな来てくれるって。うん、あとね、これは部長のキクリさんから聞いたんだけど、今年は陸上部以外の人も何か来てくれるって。ほら、私って去年の段階はまだお客さんみたいな扱いだったでしょ。だからだと思う。部の中ではね、そんなこともなかったんだけど。素直に嬉しいよね、やっぱり。応援してくれる人がいれば、その分頑張れるような気がするし。お願いだからね。
MHK だな。 MHK は毎年来ているらしい。去年放送されたものはちゃんと撮ってあるぞ。自分の娘をそう褒めるものでもないが、可愛く映っておったよ。ああ。いえ、前に言っていたけれど、これで終わりにするそうよ。一つにはいい加減違うこともやりたいそうだし、あともう一つには自分でも限界を感じているそうだから。千穂は体つきが女っぽすぎるのだ。周りを見てみなさい。痩せっぽちばかりだぞ。あなたったら声が大きいわよ。ああ、すまん。これは真面目に言うんだが、千穂には一人の女としての幸せこそを追求してほしい。それが親心だよ。後半少し流したようだな。1日に3本も走るわけだから疲労をためないようにしなければならん。去年より余裕があるみたいね。千穂も相当頑張ったんでしょうね。
ちょっとお腹重たい。だってしょうがないじゃない。お昼は軽くつまんだ程度だし、もうお腹ペコペコで。え？何それ？そういういやらしい目で陸上を見てたんだ。何よ。やってる方は大して気にならないんだけど。また変なこと言ってる。ありがとう。まさか3位に入れるとはね。思わなかった。私が良かったのかな。うん。うん。部活は続けるけどね。暇だし。でも。卒業したらもうやらないな。どうかな。確かに大学とか実業団に入ってから伸びる人もいるけど。はいはい、自分の彼女だからってあんた褒めすぎ。でも万一の仮の話よ。それで騒がれたとしても、それじゃやっぱり先がないし。これ以上厳しいトレーニングを積むよりは、私はもっと楽しい学生生活を送りたいわね。とりあえず、陸上ばっかりの生活はこれでおしまい。これからは、マサヤと一緒の時間を大切にしたいな。来てくれるかな、ちびっ子たち。微妙に面倒な気もするけど、でもやっぱり楽しみかな。あんたの師範代ぶりとか。
そうだけど。なんだったら、やっぱりそういう目で陸上を。気はしないけど。でも残念でした。そんな不純な人のためにあれを着るわけにはいかないもの。くれたから、私やっぱり頑張れたんだと思う。選手の紹介の時とか、軽く手を挙げて長男にお辞儀するでしょ。私あの時もマサヤの姿探していて、お父さんがいると目立って楽。さっきはさらしのおかげみたいなこと言ったけどさ、それだけではないよね。やっぱり去年とかちょっと力が出せなかったような気もしたし、まあ入院のことが失敗だったこともあるんだけど、かもしれない。けどいいんだ、最後こういう形で締めくくられたから。見た？うん、私も正直驚いちゃった。予想以上に集まった感じ。今お母さんが受付してるの。マサヤも早く着替えてきて。でも、お父さんも来るつもりなのかな。なんか着替えて家の中うろうろしてたけど。さあ、手持ち無沙汰なのかな。邪魔だったけど。落ち着かんのだ。来た時だってあったでしょ、一時期は。まあそうだが、数が数だからな。うん、そういう理由もあったのかもしれんな。で、お父さん、なんで着替えているわけ？もしかしてあるの？決まっているだろう。マサヤ君がいくら上達したとはいえ、一人で極星化の師範代は任せられんわい。
ういうことならしょうがないわね。じゃあそろそろ行きましょう。私は助手の鷺沢千穂と言います。よろしくお願いします。みんなよろしくね。声が小さいよ。みんな助手のお姉さんによろしくって。そして後ろで置物になっているのが当道場の師範です。ただ稽古は基本的にこっちの師範台が見ますので安心してください。次の組は15分後だよ。頑張れ頑張れ。結構いい感じだったじゃない。最初は伝言ゲームのようで無駄なことをしているようにも感じられたが、一種の緩衝材というのかな。わしが前面に出るよりも具合よく進むようだ。そうそう。それはわしも同感だ。そう？普通に対応しただけだけどな。こんなことならもっと早くに二人に頼めばよかったな。あら、そんなにうまくいったんですか。まあその顔を見ればわかりますね。
教え子が今日のようにリラックスした様子で稽古を受けていたのは見たことがない。武道をやる上では緊張感も大事だが、それで人がいなくなっては元も子もないからな。しかし早くも夏休みが終わった後のことが気がかりになってきたな。わし一人に戻った時どうなるか。やっぱり着ぐるみ着てみるとか。着ぐるみはもう忘れようよ。まあ大丈夫じゃない。今日みたいにずっといるなら子供たちも慣れるって。そうだな。まあ今からあれこれ思い悩むものでもない。わしもせいぜい慣れることにしよう。大丈夫大丈夫、痛くないから。本当に骨折したら逆に泣けないわよ。時って多分みんなの前で転んで恥ずかしいとか不安感が強いだけだと思うから。つまり本当の激痛があるわけじゃないはずだから。だからそれなりに付き合ってあげればすぐに気が済むのよ子供は。人ごとみたいに言ってるのよ。私が誰のお嫁さんになって誰の子供を産むことになるのか、あんただって分かってるでしょ。
マサヤ君、あさってとしあさってなんだがな。あのだな、あさってとしあさっては道場を休む。それを伝えておこうと思ってな。そのなぜというのは。あなたったら何を照れているの。うるさい。実は結婚記念日なのよ。毎年のことなんだけど、温泉にでも行こうと思って。ありがとう。そういうことなので、その間は道場はお休みさせてもらうの。教え子さんたちにはもう伝えてあるわ。あの二人、今でも結構暑いのよ。温泉だって夫婦水色だったもの。私はお留守番よ。だからその間、あんた、うちに泊まりなさいよ。で仲良くやっている間、私たちも二人きりでやりましょう。私も料理はもともと嫌いじゃないけど、彼氏に食べさせてあげるってなんだかいいよね。このトートバッグの中身はね、何でしょう。
ると思うけどな。今日は朝からデートで、彼女さんは料理が得意なんだから。ウィいい天気になってよかったよね。あー、ここって久しぶり。英達付属の時、友達と来たんだよね。来たことあるの？友達と遊ぶのも楽しいけどさ、ここに来た時マサヤもいてくれたらななんて思ったんだよね。だってデートらしいデートなんてしたことなかったじゃない、私たち。私は誘えなかったな、やっぱり二人きりの敷居が高くて。友達と一緒の時なら声かけてもよかったんだけどね。でも女子ばっかりのグループに男子一人なんて明らかに変だもんね。言われてみる。お腹空いてるの？食いしん坊さんね。じゃあ食べよっか。お弁当は普通のおにぎりだから、あんまり期待しないでね。もしかしたら味覚が似ているのかね。味なんて個人差も大きいんだし、そ
りゃ私だってある程度は料理ができるつもりだけど、でもしょっぱいのがいいのか甘い方がいいのかなんて普通合わせられないじゃない。こうやってあんたに食べさせてあげるのまだ始めたばっかりだし、だからとりあえずは私自身の好みに合わせてあるの。もしリクエストがあるならその都度調整していけばいいかと思って。うん、だから味覚が近いのかな。自分の好きな人が美味しい美味しい食べてくれるの、なんか幸せかもしれない。前にお店に寄って食材を買おうよ。2人ともどうせだったら1週間くらい海外旅行にでも行ってくれたらよかったのに。
毎日がこんなに幸せになったら、それとも慣れちゃうのかな。お願いよ。うちのお風呂狭いじゃない。リオのお風呂ならよかったんだけど。でも狭いからきっと動きにくいと思うんだけどな。それでまあテレビでも見ていて。じゃあ先に入らせてもらうから。朝やったらそんなに焦って食べて、詰まらせないでよ。私ももうペコペコよ。じゃあ私も食べよっと。いただきます。うん、おいしい。今日のハンバーグは結構うまくできたかな。このハンバーグはね、豆腐も混ぜてあるの。だからちょっとあっさりしてるでしょ。男の子だからビーフ 100% の方がいいかなとも思ったんだけど、とりあえず最初は私の好みで作ってみようと思って。
そっか。じゃあ私たち本当にいろんな面で相性がいいんだろうね。食べて、冷めちゃったらせっかくのハンバーグも美味しくないわよ。お粗末様でした。私は食器を片付けちゃうから。いいから。
れたね、ゆうちゃん。どういたしまして。パパったら寝ぼけてる。家族でピクニックに来たのにすぐ寝ちゃうんだもん。だからゆうちゃんに起こしてもらったの。どういたしまして。仕事でお疲れ。ゆうちゃんがお腹空いちゃったって。お腹空いた。パパが起きてくれないと食べられない。今日はみんなが大好きな豆腐入りハンバーグですからね。ハンバーグ、ハンバーグ。君の席は少し遠くて、誰かの肩越し見える背中、眺めている時間をただ幸せと呼んでいいで
プリンセスエヴァンジール、ダブル